エビバリシェガナベイベー、アローハー。今日はいきなり波音でしっとり始めようかなと思いつつ、今日はですね皆さん、おとといのねアニメの続きですよ。はい、でね、いきなりなんですけど、この雲ね、いやー今ねこの雲撮りたかったんですよ、アニメの話の前に。なんでかっていうとね、これガッチャマン乗ってたみんなのさ飛行機のやつだよね、形ね。はい、それかなんていうのかな、もっとで言うとなんかライディーンかな知ってるかなみんな。はい、まあいいんだけど、はい、今日ねどこにいるかっていうと、はい、ここにいますよ。じゃあね360度回転してみましょうか、いつもの通り。はい、シェラトンワイキのね新しくできた防波堤のところ、はい、ここなんですけど、なかなかね最近も皆さん釣り人名称になってて結構釣りしてるよね。はい、でね相変わらずシェラトンワイキキロイヤルハワイアンはこのフェースでガッチリです。その代わりね今日ねなんかあそこねプールサイドのとこ、ラムファイヤーのとこが紫色にライティングされてます。なんで結構おしゃれかなって感じですね。なんで撮ってみました。でやっぱり紫色とこの夕暮れのねこの色がねやっぱ紫っぽいオレンジっぽいすごいこれマッチングしてるから、シェラトンワイキキやっぱりねセンスいいと思います。はい、ということでシェラトンワイキキの方で見てる人がいるから知ってるからあつ森してみましたはい、ということでじゃあねガッチャマンなのかライディンなのか分かんないけど、あれ見ながら行きましょうか。はい、じゃあこの間の続きから行きますよ。はい、ブチって切れちゃってごめんなさいね、ほんとね。はい、城道子さん、はい、うわ原稿読めないわもう暗くて。はい、昔々サザエさんの最後の歌を聞くと月曜日からの学校から、会社を考えると憂鬱だったのを思い出します。わかります。これね他にもなんかそういう風に思うって書いてましたよね、どなたかね。けどねやっぱねサザエさんはねあれはね国民的なあのテレビだからあれはね大事なんですよ。で、ね、日曜日はね皆さん忘れちゃいけないのは笑点ですね。笑点見てからサザエさん、これが一番ね定番でしたね。はい、日本テレビからフジテレビですね、関東の人はね。はい、まあいいんですけど、町口美津子さん、アニメ蛍の光見ましたって。蛍の墓か、これね蛍の墓ね泣けてたって言うんですけど、これアメリカ人発想なんですよ。結構宮崎駿さんのアニメの映画って結構日本ではなんかこうアニメ番組ってカテゴリーよりアニメの映画じゃないですか。けどねアメリカ人はねアニメっていうとね日本のアニメっていうとやっぱ宮崎駿さんの結構有していますね。まあ筆頭がねトトロ、それから千と千尋の顔なし、もうほんとねアメリカのねアニメのイベントとか行くとねほんとにねトトロはいないけど顔なしがすっごいいる、結構笑える。はい、それから次ね行きましょう。カジカヨコさん、ワンピースですか、もしかして今健さんうちの長男と同じ世代かなって。いやそれはね絶対違いますね絶対違う。今健はただほんと守備範囲が広いだけ、昔のも知ってるし。はい、それからチキチキマシーンモーレース、これはねチキチキマシーン、チキチキマシーンモーレースって高く始まるんですけど、その後から気をつけろ爆薬だチキ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 モーレースって始まるんですけど、やっぱねこれチキチキマシーンを語る上でね一番忘れちゃいけないのはケンケンの笑い声ねってできないんだけど、あれはやっぱすごいね。あれはねほんとなんかやっぱ衝撃的だった。はい、こっちの方がじゃあなんか画像安定するかな。じゃあ後ろの波音聞きながらこれでいきましょうかしばらくね。はい、それからねバベル2世、あこれ誰だっけ言ってたの、あ坂広さんだね。はい、坂広さんごめんなさい、チキチキマシンもオレースとバビル2世ね。バビル2世も面白かったねあれね、バビル2世いいってやつだよね。なんだっけ、なんとかかんとかどの子の、なんとかかんとかどの子のだよね。海長ロプロス空を飛べ、ポセイドンは海を行け、なんだっけ、なんとかかんとか、なんとかロプロスだよね。はい、忘れちゃいました。はい、ごめんなさい横山レイジ。はい、それからバービーさん、ルパン三世でしょうかって、峰宇治子ちゃんになりたいなって。本当かよ、本当よ、今度会ったらどうしよっかな、本当に宇治子ちゃんだったら。
本当に藤子のやつちゃんだったらちょっと好きになっちゃうかもしれないけど、はい、けどルパン三世ね語るにはねやっぱね一番ね、けどやっぱねルパンでね衝撃的だったのはね、一番最初のルパンの第2話か第3話でネッシーの話が出てくるんですよ。でネッシーの話が出てきて、あのね結局はねなんかねネッシーのネスコみたいなところの近くに悪者のアジトがあって、そこにほらよくルパンとかフジコとか行くじゃないですか。そんでロケットを盗むのかな、わかんないんだけど、ロケットに乗ってルパンが逃げたら、あの一人しか乗れないロケットかなんかだったんだけど、いきなりルパンがピューってロケット乗って逃げてたら、フジコちゃんがルパン乗っちゃったとかって言って出てくるんですよ。あれがね衝撃的だったんだよな、すごい。家に DVD あるから今日もう一回見ようかな。はい、それからなんだこれダーリンは、北斗の拳ですねって、もうあたたたって、もうお前はすでに死んでるって、もう本当にすごいな。バービー三家は面白いね。はい、それから小倉敦弘さん、明日のジョーって、もうだからさ前にも言ったんだけど、よいしょ立ち上がって、明日のジョーはね、明日のジョー2って新しい方見てください。カーロス・リベラ、カーロス・リベラにねがねパンチのランガーになって、ジョーがね再会するんですよ。ホセ・メンドーサとのタイトルマッチのためにジョーがハワイに来てる時に、カーロス・リベラに再会するんですけど、カーロス・リベラがパンチドランカーになってるんですね。でその時にジョーがそのことをすごい悲しく思って、ワイキキビーチをなんかうわーとか走るんですよ。で走って砂をねプシッてなんか下に向かって投げるんですけど、その時にねこうやってね白友愛希がガーって出てね、おー白友愛希だーって思ったんですけどね。はい、以上です。はい、またもう本当にマニアックな話になってるな。はい、それからだんだん暗くなってきて読めないんだけど、厚志佐藤さんじゃなくて、違う、忍佐藤さんだ。はい、子供の頃はアニメ見せてもらえなかったですっていうことでちょっと残念でしたね。それでスラムダンクハマってました。息子さんがハマってたんですよね、スラムダンクね。今県全巻持ってましたよ。けどねスラムダンクでねちょっとね言いたいのが、ジャンプの連載でスラムダンクに入った人とアニメで入った人はやっぱね熱の入れ方が違うんですよね。だからね、けど意外とねなんかバスケがね流行ってからね、てかスラムダンクで流行ったのかな。でそれでバスケをやり始めてスラムダンクのアニメを見たって人が結構多くて、アニメはやっぱりねちょっとね、やっぱちょっと熱量足らないよね。はい、けどあれすっごい面白いのが、皆さん気づいてほしいんですけど、あのスラムダンクの漫画って実は3ヶ月とか4ヶ月の話なんですよ。桜木花道が高校に入ってから、湘北高校ね、いや湘北だっけ、いいんだよね、湘北に入ってからルカーとかと出会ってやるじゃないですか、ゴリとかと。あれね実はね夏の大会までの話だから3ヶ月とか4ヶ月なんですよ。であの後実は桜木花道どうなったかっていうと、背骨を故障してねずっとリハビリをするんですね。はい、という話が、あります。はい、この話合ってるかどうか間違ってるかどうか分かんないけど、もし違ってたら誰か突っ込んでください。はい、それから次なんだっけ、厚志佐藤さん、やっぱスラムダンクですかねって。そんで次に来てんのが佐藤さん、すごいね。広角機動隊、もう草薙元子ね、もうなんかやっぱけどね、ほら映画化されたでしょこの間、ハリウッド映画、たけしも確か出たよねあれね。誰だっけあれ、スカーレット・ヨハンソンか、スカーレット・ヨハンソンが草薙元子やるって聞いてちょっとと思ったんだけど、やっぱけどあの映画よくできてた。あれはねなんか原作のねあのアニメをちょっと超えるかなっていう気はしましたね。はい、ただストーリー的には面白くなかったけど、なんか絵的にすごかったよね。なんかあのコロナ明けてもう世界がどんどん変わってったら、ああいう世界が来ちゃうのかなーなんていう気もね実はねしている今県でした。はい、それから今日ちょっとやっぱちょっとノリ悪いな、ごめんなさいね。はい、最後ロミカさん、ロミカさん最後かな。はい、これロミカさん、アニメ、これ今度読めないんだよねこれ、ちょっとどうしようかな、どうしようかなこれ。あ、読めた。ね、アニメ、あー松本零士、はい、宇宙門ですよね。だからなんだっけ、キャプテンハーロック、それから銀河鉄道39、それからエメラルドになりたかったって面白いねこれ
なんか一人で原稿見て笑ってる。皆さんなんで笑ってるか分かんないでしょ。ミランダさんのこの間のこの口コミじゃなくてコメントで戻ってください。はい。けどね、やっぱりね、銀河鉄道39はね、少年キングに連載した時がやっぱり一番良かったんですよ、漫画の時は。あれでね、なんかあの時ね、アニメになってから結構知った人がいっぱいいて、ちょっと悲しかったな、あの時はね。本当にもうこれいくつなんだ俺って感じの話してるよね。でちなみにね、あの時のね、少年キングにはね、湘南爆走族っていうね、あの映画が、じゃあ漫画が連載されてたんですよ。でそれね、何かっていうとね、暴走族の、湘南の暴走族の漫画だったんだけど、なんとそれが映画化された時にね、ダブル主演だったんですね。あの2人が主演だったんですけど、いやーそうでもないか、1人のね、さ、主演がね、なんと江口洋介でね、江口洋介って俺すごいなと思ったのが、手芸のえっちゃんっていうのが主人公だったんだけど、江口洋介そのまま芸名取ったんだよね、江口洋介ってね。はい。それからね、そのね、江口洋介の、をサポートする特攻隊長の役目やってたのが、なんとね、織田裕二なんだよね。織田裕二が髪の毛、紫色に、紫色は手芸のえっちゃんか、青かな、なんか分かんないけど、リーゼントを青く染めてね、織田裕二がなんとそれデビュー作ですよ。だから皆さん、湘南爆走族って映画借りてください。今伝えに行ったらあんのかな、分かんない、ネットフリックスで見れるのかな。はい。でね、もう一個ね、ちなみに言っちゃうとね、今県やっぱね、タレントっていうか俳優でもう一人気合いが入ってるなと思うのはね、仲間徹でね、中村徹。中村徹ってほら、デビュー作が実はあれじゃないですか、ビーバップハイスクールじゃないですか、あのヤンキーの映画の、あれのね、あの役の名前がね、中間徹だったんですよ。で中間徹で、芸名が中村徹でしょ。いやー、そういう意味で言うとね、やっぱね、江口洋介と中村徹はすごいと思う。はい。ということで、アニメからいきなりヤンキー漫画映画の話になって、はい。けどね、やっぱね、一番ね、最近ね、アニメで見てほしいのはね、やっぱり皆さん、エヴァンゲリオンシリーズ全部見た方がいいかな。だってさ、もうさ、このコロナのさ、この世の中ってもうカオスになっちゃったからさ、もうほんとさ、地球、そうだね、もうほんと、これもまあ世界どうなるか分かんないから、やっぱそういう意味で言うと、アキラも見てほしいかな。はい、アキラで、ね、もう東京オリンピックね、ほら、中止になるってもうね、30年以上の前の漫画だけど、予告されてたでしょ。アキラとね、やっぱエヴァンゲリオンを見てほしいな。はい。ということで、今日も、今県ワールドでした。ちなみに今日、2020年10月13日火曜日。はい。こんなね、なんかね、もうね、よくわかんない、ハワイの景色をね、バックにね、いろいろ語るね、今県ハワイっていう YouTube で、面白い動画って、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。いやー、今日からいろんな友達にまた声かけてるから、これ見られるの恥ずかしいな。ということで、小暮さん、じゃあ明日親父にこれ見せてください。はい、面白い。はい。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。あ、やっぱこの波音がいいから最後ね。はい。うわー、空綺麗だよ、ほら。もうね、ハワイでね、こんな兄弟語ってるよ、今け。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. もハロー、シェゲラベイベー、バイ。